皆さんこんにちは。今回はクレンジングミルク6000を徹底比較していきます。今回はメイクの落としやすさ、保湿成分の充実度、肌への優しさ、使用感、4つの観点から検証を行いました。ランキング下位から順に紹介していきますので、気になる商品があれば概要欄からチェックしてみてください。6位はアヴェンヌジェントルクレンジングミルク N。 肌に潤いを残しながら優しくメイクを落とすと謳う商品です。かなりサラッとしたテクスチャーで、手から垂れやすいものの伸ばしやすく好印象。原料によくある匂いが気になりますが、しっとりとした洗い上がりは高評価を得ました。成分構成を見ると配合成分数が少なくシンプルです。敏感肌の人でも使いやすいのがメリットで、保湿成分の充実度はそこそこでした。メイクの落としやすさの検証ではクレンジング力には期待できず、ほとんどのメイクがそのまま残りました。ベースの保湿成分として PG を配合しており、普通肌の人には問題ありませんが、敏感肌の人には負担になる可能性があるので注意が必要でしょう。5位はアクセーヌミルキークレンズアップ。メイクと一緒に肌トラブルを引き起こす余分な角質も落とすと謳う乳液状のクレンジングミルクです。プルッとした粘度の高いテクスチャーは手から垂れず、程よくしっとり感の残る洗い上がりが魅力。メイクの落としやすさの検証では、ほとんどのメイクを落とせず今一つの結果でした。濃いメイクの場合には洗い残しが懸念されるので、使用を避けるのが無難です。成分を見ると保湿成分として BG と疑似セラミドを配合しています。肌への優しさに特化した構成なので、肌トラブルを抱える人でも取り入れやすいのは大きなメリットと言えます。4位はハッチクレンジングミルク。美容液のようにリッチな使用感が特徴と謳う商品です。テクスチャーはクリームのように重厚感があり、謳い文句通りのリッチな使い心地が美点です。ベースメイクとの馴染みは早いですが、ポイントメイクとは馴染まず、メイクの落としやすさはまずまずの評価でした。アイメイクを素早く落としたい人には不向きでしょう。保湿成分に蜂蜜、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸 NA などを配合し、肌への優しさにも配慮された成分構成です。濃密なミルクでありながら落ちが早く、ベタつかずにすっきり洗い上がる点もメリットと言えます。3位は無印良品マイルドミルククレンジング。みずみずしいテクスチャーで伸びが良く、メイクとの馴染みが良いのが特徴の商品です。すっきりした柑橘系の香りと程よくしっとりさが残る使用感は高評価を得ました。メイクの落としやすさの検証では、ポイントメイクがこびりついて残り、評価が伸び悩みました。薄めのメイクであれば素早く落とせますが、丁寧に作り込んだメイクにはやや力不足でしょう。肌負担を抑えた処方なので、肌がデリケートな時も使いやすいのが大きな魅力。水溶性の保湿成分が配合されており、保湿成分の充実度も高い評価を獲得しました。2位はエストクラリファイングクレンジングミルク。メイク汚れから余分な角質まで洗い流すと謳っている商品です。少しとろみがあるテクスチャーは肌当たりが良く、すっきり洗い流せるのに突っ張らない使用感は好印象でした。メイクの落としやすさはそこそこの評価で、ポイントメイクをスピーディーに落とすにはやや力不足です。成分は保湿乳液のような構成で、肌を柔らかく整える美容成分が豊富に配合されています。肌への優しさも申し分なく、温かくなる刺激に弱くなければどんな肌質の人でも使いやすいでしょう。1位はコスメデコルテイドラクラリティマイクロエッセンスクレンジングエマルジョン。毛穴の汚れを取り除き、みずみずしい肌に整えると謳っている商品です。清潔感のある香りが好印象で、乾燥肌向きのしっとり感が強い洗い上がりが特徴。メイクの落としやすさの検証では、素早く馴染んでポイントメイクもすっきりとオフしました。成分構成からも高いクレンジング力に期待でき、丁寧になじませれば濃いメイクにも十分対応できるでしょう。肌への優しさは申し分なく、敏感肌の人でも使いやすい商品です。清潔感のある香りで使うモチベーションが上がり、濃いメイクにも対応できるおすすめのクレンジングミルクです。
概要欄から購入リンクやマイベストの記事も見ることができるので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。